改この,の話の最後ねでさっき言うたのがもう大体ここに特徴全部もう言うたよね、えー、不規則に塊状に分布している大和政権の勢力圏奈良盆地奈良ここを中心として大体これぐらいの範囲に分布しているとで街路の幅は狭くてため池が多いとで50個程度の村落内に神社とか寺の類があることが多いですよでもう1個この話でこれがなちょっとこれも地理学の世界では非常に有名な このの地形図のちょっとこれまた天理とは違うところなんだけど、比えだの、あんな、観合集落中まあ、海村のちょっと発展版みたいな、で、どういう字書くかっちゅうたら、この字面かなんとなく分かるかな観合合ちゅうのは、訓読みはどうこれ、堀やね、つまり、輪っか状に堀に囲まれた 集落とということつまり「冷えだの観光集落と」というのはここは集落なんやけど周りを堀これが水路ねが集落全体を取り囲んでるこういうパターンもー一部やけどもあるってことねもちろんだからここのさっきから見てる長原町とかはこれ周りにため池こそあれども集落全体をあの堀が囲ってるっていうわけではないよねでこれちょっと最後実際に ググラス見てみるとやであら入ってくれえー、っとやでちょっと日枝の看護集落はどこやったかなもう少し来たこれ逆やなうんと日枝はアンド町がここにあってここやったかなあちょっと待ってどこやったかな日枝の看護集落はご飯これ探しておけばよかったなえっと ちなみに大和郡山山があってとここやねこれ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 メタ神社これこここここここれれれれれれれるも奈良盆地のど真ん中あるんやけどほら髭田の観光集落で「メタ神社」っていうのはそれこそこの前あの神弓の話をしたね「古事記」を書いた大野安丸っていう人を祀ってる神社ねで他の周りのあの ここなんかすごいな。新興住宅地とのこの対比がえぐいよね。で、周りの、おそらくああ、周りはでも新興住宅地ばっかりしやな。あ、でもこんな多分大江町とか、こんなんは普通の海層やと思うわ。あ、ここら辺もね、こんなんも海層やね。で、これとこれとの違いは、やっぱし周りを堀が取り囲んでるってことね。で、ただ実際にはね、これを降りてみると、例えばじゃあ、こことかに降りてみると。 わかるこれが堀なんやけどこう橋があってな言われんとわからんやろなんかやっぱそういうとこでな地理の知識って結構大事なよこここう道路走ってますでここになんか水路ありますあなんか井戸端会議してるおばちゃんがおるけどああ子供がおるんか <laughs> ほらこんなん一見普通の小川に見えるねでもこれはもう歴史の古い、あのー、この集落を守るための堀であるとで向こうの方にもこうつながってるよねおまたおばちゃんたちがおって なんかフィールドワークしてるな <laughs> もしかしたらこの冷えの観光集落を見に来た地理学者かもしれんもうめちゃめちゃ有名やからねここもねということででななんでこれが作られたかって言ったらそれこそあの前回の話で 日本の集落の場合は外敵から身を守るという側面はかなり薄かったという話をしたものの奈良時代というとやっぱまだ豪族間の争いとか集落同士の争いっていうのが非常に激しかった時期もあるからその集落ごと守るために周りに堀を巡らせたっていうことねでほら,ほら周りの農地を見てもさここは長地型やねハンデンの方でここら辺はもう,こう完全に羽織型やね あっていう、なんかここら辺の歴史の息吹を感じてほしいとかやね、ここら辺から。で、周り、ほら、すげえな、ここ、ほんま、新興住宅地に取り囲まれて、ここだけなんか、囲まれて残っとんねんな。うん。まあ、ということよ。じゃあ、一旦、階層の話は終わりね。